知らなかったなこんなとこあるんだ奥深いななるほどなやっぱり北海道だよなこんな北海道があったなんて旅して発見北海道ラブラビットでからラビットデカチョーラビット今日からお前ラビットなえマジっすかラビットの同銀のラビット 君が笑えばこの世界中にもっと一緒の時間が最高のギフトコカ・コーラリボンボトル使わなくなった携帯電話、ゲーム機、パソコンなどの電子機器はマテックでリサイクル未来のためにリサイクルなんて素敵なんでしょうアイラブリサイクルマテックグループ 第7回新宿線空港国際アニメーション映画祭オンライントーク企画この回は今年度のコンペティション短編部門国際審査員をですねご担当いただきます、えー、田坂寛子さんをお迎えしましてトークセッション映像におけるアニメーションその現在をお送りします、えー、私はですね規定を務めさせていただきますフェスティバルデレクターの土井伸脇ですよろしくお願いします、えー、早速なんですけれども、ね、あのトークゲストをですねご紹介したいと思います、えー、田坂寛子さんです えー、東京都写真美術館恵比寿映像祭の田坂ですすよろししくお願いします、はいえー、田坂さん、まあ今あのおっしゃっていただいたとおりです、ね、写真美術館の学芸員とキュレーあの恵比寿映像さんのキュレーターなさっていて、まあ、今年ですとあれですよ、ね、あの話題となったエキストニモの大大黒天エキストニモアンデッドリンク僕もあの見させていただいたんですけども非常に。 興奮させられるようなもものでもありままして今日まず最初はですね田坂さんがお勤めでいらっしゃいます写真美術館、まあ、さらには恵比寿映像祭におけるアニメーションみたいな形でちょっと簡単なプレゼンテーションをご用意いただいているので映像の中でどのようにアニメーションと関わってきたかっていうものをご紹介したいと思います。一部ををアニメーションに関わる展覧会っていうものを どういういもののがあるのかっていうふうに調べていくと結果的にはまあ映像展というものが全部まあ何かしらアニメーションと関わってるんじゃないかなということで写真美術館が公式にオープンするのっていうのが1995年なんですけれどもその準備段階から映像のアニメーションに関わる展覧会っていうのは既に行われていましてえそこからまずその。 映像工夫館というあの写真美術館の映像のコレクションを見せるようなあの基盤になっている写真美術館の収蔵作品の今の映像部門の基盤になっているものを見せていくような展覧会のシリーズっていうものを、えー、ずっとやってきています。でそれはは現,現代のあの映映像像作品だけででなくて初期の映像装置であるとか えー、そういったもののコレクションから現代のアニメーションの作,作品であるとか、えー、現代のメディアアートの作品であるとかそういったものも含まれる、えー、ものになってるんですね。で恵比寿映像祭はあのー、12回分だけこう、えー、上げてみたんですけれどもその中でも何かしら、あのー、いわゆるアニメーションっていうブルース・ビッグ・オード であるとか黒坂啓太さんも多分この映画祭でも紹介されている方々のようないわゆるアニメーション作品というものからあのメディアアート作品の中で使われているこうアニメーションと言わ,れる言われてるようなテクニックであるとかあのこれもアニメーションなんではないのかなって言われるものとかあの幅広くあるんではないかなっていうふうにまあ今回こう調べて振り返ってみてすごく思いました。 結果的にはアニメーションと映像っていうののこう境界線というのがなかなか言いにくい部分があるのかな映像っていうもの自体まあアニメーションでできているんではないのかなっていうふうにも考えられるのではないかなというふうにもあの思っていますあのもし写真美術館をご存じない方のために簡単にこの,あの写真美術館というのはこういうところですよっていう九十五年に あの総合開館して、えー、リニューアルオープン2016年にして、えー、今に至るっていう感じになっていますで、まあ、古い作品のコレクションでいうとこういう映像の古い文化史を展示するのに必要なあの資料っていうものがどちらかというと大部分こういった古い資料になっていますマジックランタンの,あのこういったカードとか種板であるとかそういう実際のものですね えー、ど,ういうどうやって人々がこう、えー、写真というか映像っていうものを見ていたかっていうものを理解するための装置みたいなもののコレクションを持っています。これはまあ実験的に厳冬期っていうものを人に見せていてワークショップ的にこう見せていたりとかあとはまあアジアや日本の映像文化史に関わるような資料っていうものも。 そして、えー、まあこれが一番展覧会で触れることが多いものなんですけれども現代芸術やあの芸術的価値の高い作品を収集しています「ミニムプラプラ」というあのミディアアーティストの作品なんですけれども、まあ、ここにも影が動き出すアニメーションというのが使われていたりするんですね体験的な作品になっています。 があの中心となって写真美術館のコレクションを形作るようなあのものを見せていく映像工夫観というものの展示常設展も含めた展示というものの時代を経てこういう5つの映像の基本のテーマで展覧会をずっと 開いていてましたで2009年からえび寿映像祭というものが映像とは何かというものを発信していくようなフェスティバルとして毎年、えー、開催しているっていうのが、まあ、恵比寿映像祭ですちょうどコロナが流行る、まあ、直前に今年の2月に開催されたのが第12回えび寿映像祭っていうものをあの開催しましたでこれはギリギリ開催できたんですけれどもそれで今11月1日 えー、5日にリリースが出たばっかりのあの映像の気持ちという、えー、第13回というものを次の2月に準備しています。はい、ありがとうございます。あのー、今のちょっとプレゼンテーションも聞いていてすごくこれやっぱりすごく大きなテーマだなっていうようなところ、映像とアニメーションっていうことでそもそもあれですよね。その映あのエビス映像祭であの立てられている映像っていう概念 それ自体が何かそういったなぜか分化してしまっていたようなそういった映像的にちょっと繰り返し映像的になるものみたいなものを何かその一つの枠組みの中にもう一回捉え直すというかなんか僕がよく覚えてるのが確か宇川さん第1回目の時か第2回目の時かに宇川さんとあの 金広さんと松本敏夫さんですか。そこで語られるのは、その映像っていう概念がやはりある種日本における発明というか。うん、あの、で、あの。そうですね。言葉自体が、あの発明だっていうところですよね。うん、で、実際、その恵比寿映像祭の英語タイトルって。あの、じゃ、映像ってどういうふうに訳してるんだろうっていうふうに見ると。うん、あのアートオルタナティブビジョンっていうふうになってるんですよね。これは、あの。 えー、映像祭スタートした、あのーえー、岡村恵子が、あのー、提案した、あのー、言葉なんですけれどもで第1回の恵比寿映像祭のテーマが「オルタナティブ・ビジョンズ」だったと思うんですけれど、あのー、そこがま,まさにこうクロスオーバーというか、あのーまあ、その日本語でしかない映像っていう概念と、あのー、実際に もともと例えば写真と映像っていうのも写真があって映像ができたっていうこと自体もあのどうなのかなっていうあの議論っていうのもあると思うんですけれどもそうするとそもそもイメージって何なのだろうかっていうところからあの厳密に考えていくっていうあのところをあの改めて考えるでむしろその江戸時代とかに写し絵で「幻灯記」っていうのがあってまあその 時代からこう映像ってああるっててあもしかしたらその江戸時代の時の方が横断的な考え方を持ってたかもしれないんですけど。なんか何か牧野隆さんまあ恵比寿映像祭でもよくフィーチャーされてる作家さんですけど、うん、が僕も何回かよくお話しさせてもらうことがあってその時に。 アニメーション映画祭っておかしいよねって話をしててアニメーションと映像を作るための技法でしょみたいなそれだとスローモーション映画祭とかないでしょみたいなことをおっしゃっていたりっていうようなオルタナンティブなビジョンを達成するための手段としてのアニメーションみたいなものもあるけど一方でまあうちの映画祭みたいにそれを特にもうアニメーションっていうものがもう存在しているってことがすごく当たり前の前提になった上でのものというかなんか 僕もすごく不思思議に思うところがあってでもやっぱり僕も自身もアニメーションの専門家ですっていう風に言う部分があってっていうなんかそのアニメーションと映像っていうものをすごくいろんな多岐的な関係みたいなのがすごくあるっていう中でものすごくざっくりとした質問なんですけど笠岡さんにとって今じゃ映像においてアニメーションっていうどういう立ち位置にあるんだろうとかそういうのってなんか。言言葉通りりに言うとアニメーションってやはり 商業アニメがあってこう一般的に言うとこう商業的にテレビとかでも流通してるアニメーションこう誰もが見て、えー、なんか「鬼滅の刃」とかそういうものがアニメーションっていうふうに考えてるっていうのが一般で前提としてあるような気がするんですけれどただあの絵が動いていく一枚一枚の絵っていうものを動かしていくと 動画になっていくっていうものがアニメーションっていうふうにも言える,言えるんじゃないかなってどっちかといえばそこが近くてで「オルタナティブ・ビジョンズ」「恵比寿映像祭」で考えている映像っていうのもそこの原点っていうものをこうなるべくフラットに考えて、えー、それぞれのこう作品の可能性から議論をあの広げたいっていうところがあるんですね。 ここの,あの新千歳の映画祭で出てきているアニメーションの作品っていうのにはその相当いろんな多様性っていうものを感じたのでそこの面白さっていうのを随分体験してそのアニメーションのイメージっていうのがどっちかといえばアニメーションというと商業アニメーションっていうふうに思ってしまうところが自分の中にもあったのですごく変わりました。 例えば恵比寿映像祭じゃあ映像祭って名乗っているからにはやっぱりその映像の中の何かを取り上げるわけでその時になんかフォーカスをどこに当てるんだろうなうでそれによってじゃあシーンがどういうふうになっていくっていうことを考えつつなんかそういうふうに作考選でなさってるのかなっていうのをちょっと聞いてみたいなと思ったんですけどやはり今土井さんがアニメーションの幅の広さっていうのをいろいろなこう観点から見るっていうのと同じように、まあ、もう13回もやっていくと。 毎回テーマを決めてるんですけれどもテーマをこう言葉通りに考えるっていうよりはやはり違うジャンルの可能性これも映像なのっていう可能性にまあ挑戦するっていうことはかなり心がけているんですけれども同時にそれを、まあ、あのコンセプチュアルにやるとまあ現代美術 だな難しいなっていう意見を考える人もいるんですけれど逆にどういう客層人たちっていうのとつながりたいかっていう部分もすごくあの考えるあのところですごく刺激になるところかなとどういうことを考えている作品を作ってる人と出会うとどういう人たちとどういう観客と出会えるのかっていうことによってまたその。 あのフェスティバルってやはりその場所を作っていくようなところがあると思うのでその見た人たちのフィードバックによってどんどんまたこう違う,こう空間ができていくっていうことの面白さがあるのでそこが、まあ、テーマっていうのは一つのちょっとこうんですかね記号みたいなものなんですけれどもそこからどのジャンルとか可能性とかっていうものに挑戦できるかっていうのはまあ 心がけているところですねなんかそのか拌して触媒になるような,なんかそういったような作用がこの映像祭ってものがあることによって生まれていくみたいなイメージなんですかね。商業的エンンターーテイメトトかアートかアっていうそこのラインっていうのはすごく常にあるんですけれどそこがあの映像祭も商業「商業作品だからノー」ってことは別に決めてない。 エンターテインメントの枠とは関係なく、えー、作品を捉えて見せていけるのかっていうことで、えー、その境界を揺さぶるっていうことは、まあ、あのなかなかそんな簡単にできないんですけれどもあのそこがこうアニメーションが持ってる要素とも同じことなのかなっていう気がします。なんか多分今日あのこののトーク自体の あの主要な観客はまあこれまでのアニメーション映画祭の方々だと思っていてで多分うちの映画祭のことが好きな方は恵比寿映像祭だったり写真美術館にフラッと行っていただいても全然楽しめるようなあの場所だと思うんですけど例えばそういうアニメーション好きな人たちがちょっと変わったアニメーション好きな人たちがいるとしてどういうふうにその写真美術館だったり映像祭っていうものを楽しんでほしいとかそういうのはあったりしますかね現代美術に関わってるとかアートに関わってる で、映像っていうだけで映像を展示するだけでハードルが高いって思う。一般の方っていうのは常にあって、あの映像か長いからなっていうところのハードルがあって。でもアニメーションの場合って、えー、その現代美術より分かりやすいっていうイメージがあると思うんですよね。でも、その映像祭の楽しみ方っていうのはまあ、テーマがあって、逆にこうバックグラウンドがわかるみたいなあの。何かこうし。こう これをに触れることでいろんなつながりが分かったりとか行ってみると自分が勝手にこうつながっていけるっていう面白さを発見する場だとは思っているのでそれぞれの参加者が勝手にあの没入できるような場所っていうふうになっていったらなというふうにいつも思っているのでそういう形で気軽に見に来ていただきたいなと思います。 エビス映像祭を象徴する作家みたいなことで言ったりするんですから意外とあのうちの映画祭も AC 部は結構いろんな局面で関わっていただいたりだとか、まあ、そもそも個人作家としてあの、ね、出ながらもコ、まあ、プテデービックでそのアニメの分野にも非常に爪痕を残しつつさらにミュージックビデオだったり CM だったりそういうところでも非常にポピュラリティがあってっていうような,なんか結構うちの映画祭にとってもあの。 ありがたい存在と言いますかそのアニメーション個人作家が影響していけるっていう可能性とかそういうアートとかエンターテインメントってものの垣根って意外とスッと乗り越えられるよみたいなところを示してくれる作家さんだなというふうにちょっと思ったり、まあ、あとまあ過去デビッド・ライリーみたいに CG アニメーションやっててさらにまあゲームをやっていてみたいなそういうような作家さんみたいなまああの牧野隆さんはやはり象徴的な作家さんだあの映像の展覧会にも出品されてるし、えー 上映ももされて展示もするっていうあの恵比寿映像祭のすごい大きな特徴って展示と上映があるっていうことなので展示と上映をまたがってあのするっていうことが恵比寿映像祭でこう見せるメリットみたいなところもあってあのそしてプラスこうエクスペリメンタルな実験の映像っていう部分でいうと。 今年の第12回に参加したベン・リバースっていうアーティストイギリスのアーティストは第4回でも出品して今回も出ていてまさに映画も作っていて、えー、展示もチャレンジするっていうそういう作家の人っていうのがとても恵比寿映像祭的なあの作家かなと思います。今回特に映像の気持ちというタイトルで モーションエモーショングラフィックスっていうタイトルになっていてすごくこう直球のテーマなんですけれどどちらかというとアニメーションに近い動画っていうのをテーマにしていて京都を拠点にしている河合岡村さんという2人組の,あのこれは 3DCG のアニメーションで作品を作っていて独特の世界観を作り出している方々も今回展示と上映に参加してくださったりあと松本力さん もあの過去何回か参加していてうちでもコレクションがあるあのそうです、ね、手書きのアニメーションを作る、えー、作家の方とかあと獅子山崎さんですね。あのいつの言さでどちらかといえば実写の映像っていうよりはあの動画ですね動画で実写ではないコンピューターグラフィックスとか そういったものを紹介しようとしているのでよりあのアニメーションに近いあのテーマになってるかなと思いますなんかエビ製造されて毎回あのテーマがかなりポエティックといいますかあの硬くないしいい意味でふわふわしてるというような中で今その挙げられてる作家さんもある種のポエジーがある方々が多いなというような。 それはまあそこまで意識してなくてあの結果的な部分もあるかもしれないんですけれどやはり映像言語を作り出してる人たちだとそれがやっぱり映像が私的になっていたりとかあの例えば理論派で行ってしまう時にやっぱりそ,のこうそうすると映画であったりとか構成がすごくしっかりしていてロジカルにできていてっていうものよりはその。 映像のタッチであるとか感触とか映像がもたらすこう微細な部分っていうもので、えー、表現を見せていくっていうことの方がこう映像を考えるときにはこう重点を置きやすいっていうところがあるかなと思います、うん、だから、まあ、まあ文学でもやっぱ知っていうものはその言葉、まあ、コミュニケーションツールで当たり前に思われている言葉っていうものが持っているあるいはそのテクスチャーであったりだとか。うん 素材としての言葉みたいなのを再発見するみたいなことがまあ詩の一つの役割としてあったりするわけなんですけど逆にそれが恵比寿映像さんにおいてはその映像っていうものの手触りだったりそういったものを考えるっていう上でそういったある種の詩のようにして使う方々っていうものがフィーチャーされていくみたいなそうですねでただ同時にそれってその映像装置のコレクションがあるってお伝えしたんですけれどもその。 映像装置って映像が例えば1秒24個まであるってことを理解していったりとかするそれをこうあの昔の映画が出る映画ができる前に絵の実験っていうものを見ていくと、まあ、映像の原理っていうものを丸裸にして考えていくっていうこと自体が実はそのポエジンとまあンの表と裏になってるんじゃないかなっていうのは あ,のあるのではなないいかなと思いますでもしそれを例えば物語とか言葉っていうもののこう論理で言ってしまうとその装置の原理っていうものは見えなくなってしまうので逆にそのそう原理を丸裸にしてその,その存在をこう理解しようとするとその詩みたいなものが現れてきたりとかミニマルでコンセプュャルなものになってきたりとかっていうなんか それととながってていいるのかなという今お話しして思いまし思またそれは多分さらにあのその周囲にある歴史的条件といいますか、うん、そういった表現が生まれてきたも明らかにするのかなっていうのをさらに今聞いていて思っていて、まあ、個人の表現であるんだけどそれによって本当にじゃあ今映像とかそういったアニメーションってものがこういうふうに捉えられているんだけどもそれは別にある種今の社会的条件によるものでしかないっていうような、うん、逆に言もそれが歴史性を、うん 刻まれててててるるっっっいいうよううよななことにもなってく日々製造祭が写真美術館とこう結びついてやって写真美術館でやってるフェスティバルであるっていうことでそれをよりこうあの無駄にしないでこう紹介したいっていうところはあるので例えばポエティックでなんか感覚的だっていうものもこう大きな歴史の流れ中で見るとこれはこういうものにつながっているんだっていうような。 こととあのつい最近終わったエキソニモの展覧会っていうものも、えー、96年からエキソニモがこう作品を発表していった日本人の2人組の,あのアーティストなんですけれどもその96年からの表現っていうものを振り返りつつ自分たちの表現を考えていくっていうのことっていうのはや,やはりうちの美術館だからこそこう。 まあ見せるるるこことととができるのかなっていうところもあると思いますやっぱり僕もエキソニモ展見たときに、まあ、もちろんエキソニモ自身の,あの開雇展でもあるんですけどそれが同時にやっぱりインターネットとはっていうのもあるしインターネットを通じてあの作られてきた社会についての考察にもなってるしなんかそれがもうちょっと広い文脈というか人類も本当に大さにも聞こえるかもしれないですけど人類の歴史と営みにおいて。 こういったものがどういう意味を持ってるのかっていうところまですごくなんかエコーのようにしてなんか響き渡ってくるというかそれは多分あの写真美術館という場所でまあそのあの同時に上の方ではまた別の写真家さんたちの,あの,もの写真が展示されていてそれを通じてやっぱりそういった個人表現を通じての歴史の体感みたいなものにつながってくるみたいな感じでそういう意味でいうとやっぱりその映像祭だったりだとか写真美術館に行くことの一つの醍醐味というのは。 そういうういいととここにに飛び込んでいくことによってもう人類に触れていいくじゃない人類のために触れていくみたいな,なんかそういったところにつながりうるようなポテンシャルのある何かなのかなっていういそうしたいと思ってますよねなんかやはり昔のことだと難しいなとかあのかいなっていうふうに思われてし,あのしまいがちなんだと思うんですけれどあと特に。 まあ、あの急に話がコロナになってしまうとコロナになって美術館に私自身も行く回数が減ってきたりとか外に行くっていうことにモチベーションを持てなくなってきてると思うんですけど逆にあの逆にそのも持って関わってもらってこう広げていくようなあのもうちょっとこう美術館が気楽な場所として使ってもらえたらいいなっていうのはすごく あの今だからこそ思う感じです、ね、なんか多分逆にそ,のそういう人類の営みの歴史みたいなところに触れることのできる場所で働いてらっしゃる坂さんの視点から見て逆にあか僕うちの映画祭でもなんかそういうようなあのアニメーションだけに限った話じゃなくて本当に。 人の作られたものを通じてもっといろんな想像だったりまで想像力が広がっていくような,なんかそういったようなものが集められるといいなとりあえコンペはそういうことをすごく思っている部分はあるんですけどそういう田坂さんからしてなんか今回気になったコンペの作品だったりだとかそういうのってなんかいくつか申し上げてもらえたらいやもう70本ぐらいで,したそうですね。本本ぐらい見て本当に クオリティが高いので本当にこう、まあ、選ぶのがちょっと惜しいっていうあの受賞作品、ね、そうですね受賞作品を選ぶ辛さを感じるっていうぐらいあの豊かなあの体験をしましたねなのですすごく感謝していますやはりそのこの一つのフレームの中だけで えー、完結している表現じゃないですか、大体インスタレーション以外とかは。そこの伝わりやすさっていうのは。こう展覧会をするとか、そういうこととはやはり。全然一段階、こう。伝わりやすいなっていう。あの、こう体温が。こうすぐ伝わるっていう。強さっていうものも感じましたね。個人がどれだけ。あの、個人、一人、こう自分探しではあるんですよ、その探した挙句に。 ある種の解放というか、うん、自分がてた複数のものの結節点みたいなものであるみたいな形の,、うん、あの解放みたいなものを感じてもらえるようなものになるといいなっていうのはちょっと思っていて、まあ、あとそのオンラインで映像を見る体験今年はあの映画祭としても初めてオンライン映画祭もするんですけど、うん、それもやっぱりなんかこの今の時代におけるその映像祭とまあ映画祭だったりそういったものの役割 何かだって作品はもう結構もうオンラインで見れちゃったりするわけなんですよねなんだけどその時にじゃあなぜこういう映画祭だったりやったり吹奏があるのかって時にやっぱりプログラムをどう組むかっていうところが結構勝負だろうっていうふうに思ってそこに単純化されないようないろんなふうに心だったりの精神を揺さぶれられるようなさまざまな仕組みを施したいっていうようなところもあって。 すごく感情って、ドイさんのプログラムに結構テーマとしてあるような気がするんですけれどそのプロ今回、プログラム選ぶにあたってこう何かそういう部分で気,こう気を使っったところってありますか一次審査は僕とあとあの北海道で活躍された方々3名の4人で、うん、あのやっていくんですけどいろいろちょっとまあタイプの違う方々が揃っているってことも。 あったときにやっぱり一つの文脈とかがあの絶対視されないっていうところがあってでその時にやっぱりみんなが共通していいよねっていうふうに思うものを何かとっうらやっぱり何かしら動かされるでもそれがな,なぜ自分がそこに動かされるのかっていうのがわからないっていうあの簡単には言語がしきれないっていうようなところ。 が結構やっぱポイントになってきてるかなっってててきるかいう,ふうにでもさらにまあその中でその年ならではのテーマみたいなものも浮かび上がってくる今年だとやっぱりアニメーションドキュメンタリーっていうジャンル自体があの一つまた別の一歩を生み出したなっていうようなある種のメタ性というかそういったものをネオアニメーションドキュメンタリー的なものがすごく増えてきたっていうようなそうですねアニメーションっていうまあ結局話が戻ってしまうんですけれども枠,枠って何だろうみたいなところにも。 あのでもそれをそこをこう心が、まあ、アニメーションっていう枠があるからこの幅広さっていうのがまあ生まれてきてるっていう部分はあると思うんですよねあの映像っていう,こうリミットがあるからすごい振れ幅を作ってあの作れるっていうところはあるので常にまあこう行ったり来たりってするのがいいのかなとかっていうふうにも思いますね。 あのうちの映画さんも常に考えて特にコンペではすごく考えてることというかやっぱアニメーションってなんだろうっていうようなことをもう一回問い返すとともにアニメーションってこうでもあるんだってことを考えるものでもあってやっぱりアニメーションって枠があるからこそ逆にその中で考えるっていうようなことがすごくできるというかその中でやっぱり、まあ、かつてはやっぱり CG って人間味ないよねっていうような話でやっぱりアナログ最高だねみたいな話の時期もあったりしたんですけどでも今はやっぱり個人 表現のメディアとしてやっぱり CG っていうのは当たり前のように使われてきているしそれだからこそ到達できるところもあったりっていうような,、うん、なんか逆に決めつけない、うん、あの自分自身が生きてる自分2020年を生きてる自分が心を動かされることをまず信じてそれによって作品を調整していくっていうようなこと、うん、それによってまあアニメーションが持ってる新しい可能性が発掘されていくみたいなでそれでまあさらにさっきの、うん。 トークテーマでも、特に言わしてもらった通りその人類の営みであったりとか、なんかそういったものまで、ポエティックに広がっていくようなものがずっと並べられるといいよなっていうことはずっと考えているかもしれないというのは、今日のトークを通じて僕も言語ができたところがあったりするかなっていうような、なんか、そんなような、多分でも同じような心持ちで、多分ん、え製造祭だったり、そういったところに行ってもらえると、そうですね、はい、ぜひ。あの <laughs> はいあの発見をしていってほしい,いただけたら本当に嬉しいですねそれでもうやはり技術が進むと表現のこう新しさっていうのも生まれてくるのでそれはもう時代とともに生まれるんですけれどその中でこうその制限の中で生み出される新しいことっていうものは常にこう出会って発見できる可能性があると思うんで是非見に いいらしていただければあと,そうです、ね、あとすごく重要なのがこの見た後でどういうふうにこれを思ったかっていうのをフィードバックしてそれをこう話しもちろん話し合う人が近くにいたら話してもいいしそれを共有していってそこからまた作品っていうのがこう生まれていくっていうことの喜びがすごくフェスティバルってあると思うのでそれがあのすごく 私自身もそうですね今年はだから本当にオンラインとまあ実地会談もしますけれどもオンラインも多くなってくるのでその時に見た後の体験オンラインだともう終わった時にどれだけ感動しようともう電源切ったらもう一、まあ、人がしたら一人だっぽみたいなこともあったりして、ねうん、それが果たしてどういうふうに機能するんだろうっていうような。うん フェスティバルの,その周りの体験みたいなのもやっぱまあ人類が体験したことがないフェスティバル体験を今、今年人類は仕事してるっていうそうですねあとまあ一緒じゃなくてバラバラに体験するとかでも、それも何ですかね、まあ、あのリアルに劇場で見ないとだめだっていう発想もすごくあるんですけどそうじゃないあの場合の可能性というものも。なんか そこからまた生み出されて必然的になっていくからそこで考えていきたいっていうところはありますよ、ね、本当に、まあ、今回未知のことがたくさん多い年としね中でですね本当に未知の作品をたくさんご覧いただいたそんな田坂さんはですねあのコンペティションの審査員としてです、ね、参加させていただいておりまして、まあ、23日にですねあのドミュエンの中でです、ね、田坂田さんを中心とする。 えー、審査員の方々がですねどういうチョイスをしたのかっていうのもですね、あのー、明らかになりますまあ今日のトークも含めてですね、あのー、あこういうことを考えて映像さえ作られてるんだ映画さえ作られているんだってことをもうちょい考えた。 もらった上でまたいろんなオンラインオフラインのコンテンツを見ていただけるといろんな発見があるのかなというふうに思います。えー、新宿空港国際アニメーション映画祭のですね、実地開催は11月23日までですけれども、オンライン開催は11月30日まであります。この特選賞もですね、あのプレミア上映された後はですね、YouTube チャンネルの方でですね、明るく残っていきますので、えー、まあ繰り返し見ていただければなというふうに思っております。 あの、本当に多岐なテーマにわたるセッションではありました。けれども、も、えー、これを申しまして、えー、映像におけるアニメーション、その現在の特選賞をお終了したいと思います。田坂さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。